どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは東京ムード by ビームス。セレクトショップビームス監修の路地裏ワールドに期間限定のホラーイベントが設置されました。ワールドに入ると近くに光源設定や効果音をいじれるようになっています。お好みで調整しましょう。入り口から繁華街がある方に出て左へと進むと、端っこに明らかに不穏な電話ボックスがあります。電話ボックスの入り口を開いて鳴り響く受話器を取ると、その瞬間に世界へと飛ばされます。左右に妙な物体がうごめく中鳥居を進んでいくと裏路地に出ます。もちろん通常の場所ではない様子です。落ちている紙などに包帯の男を探せとあるので指示に従って探しましょう。すぐ見つかるはずです。道端には不気味な人形が落ちています。必須になるので持っていきましょう。包帯の男は融通して話しかけることができます。筆談で会話ができるので選択肢に沿って話していきましょう。話を聞き終えたら鳥居がある階段を探します。鳥居がある階段を登るとアクションパートです。ここでは迫るものから隠れながら進むことになります。矢印の方向に沿って進み、動かせるものを動かして道を作り先へと進みましょう。時折怪物が出てきますので、バツ印がついた物置に隠れることでやり過ごすことができます。怪物が出てくるタイミングは持っている人形が笑い出したら来ます。素早く身を隠しましょう。捕まると最初の路地裏からやり直しとなります。何度もトライできるので諦めずに挑戦していきましょう。怪物に捕まらず電話ボックスまで進むことができればクリアとなります。こんな感じで期間限定のホラーイベントが楽しめるようになっているワールドです。プレイタイムは5分から10分ほどでサクッと終わること。期間は10月26日から11月24日となっております。ジャンプスケア的なのも特にないので、ホラー初心者でも安心して遊べます。こんな感じで期間限定ホラーがあるワールド、皆さんもぜひ訪れてみてくださいね。